So, hallo, ich habe gerade Kapitel 7 am Rendern und ja, dachte ich mir, mache ich noch die Intermission Prelude, die ich tatsächlich nach dem Kapitel 7 freigeschaltet gekriegt habe. Und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, aber schauen wir einfach mal rein. Okay. Episode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, geht schon, aber ist nicht so groß wie die Hauptkapitel, schätze ich mal, ne? その世界に人の姿はない。あらゆる生物の中で人間だけがきれいさっぱりと消えてしまった。自らが呼び寄せた災厄によって滅んでしまったのだ。ただ一人私を除いて。そこは終わりの世界、人の可能性が尽きた場所。私は一人崩れた廃墟の上でその光景を眺めている。どうしてこうなったのだろう。そんな自問はもう飽きるほど繰り返してきた。だから隣に立つ彼に問いかける。何をしに来たの？久しぶりに会ったのに釣れない言葉だね。久しぶり？どうせ全部見ていたんでしょ。まあそうだけどね。ところで世界の終末を見届けた感想はどうかな？悪趣味な質問ね。もちろん最悪な気分よ。仲間を捨て、心さえも捨てて一つの可能性を追求したけれど、そこまでしてさえベニタスがもたらす滅びからは逃れられなかった。負け犬の気分よ。最高にムカついてるわ。へえ、でも絶望はしていないんだね。一つ分かったことがあるから。分かったこと？ベニタスの本質、正体の一端、それに気づくことができたから私は絶望していない。この未来にも意味はあったと。悲しい選択をした甲斐があったと。それでも仲間たちに胸を張ることができる。へえ、それはすごいね。ベニタスの正体か。僕にも聞かせてもらえるかな？その前に一つ教えてほしいことがある。なんだい？私が選ばなかった選択肢、その先に続く未来についてよ。そこにどんな物語が続いているのか、それを教えてほしい。それを聞いてどうするのかな？聞いたところで君のこれまでが変わるわけじゃないのに。ただの興味よ。別にいいじゃない。どうせ終わった世界だもの、それくらいの物語を楽しんだって。私がそう言うと隣に立つ彼は悪魔のように微笑んでうなずいた。いいよ、分かった。教えてあげよう。君が選ばなかった選択肢の先に続く彼らの物語について。それが君にとって終幕後の余興なのか、それともただの幕間に過ぎない興味は尽きないけどね。Okay, ich hätte erst vermutet, dass wir hier diese eine Sängerin haben, aber halt mit ungefärbten Haaren und alles, weil sie ja schon in den Ruinen nicht wirklich die Möglichkeit hat, ihre Haare ständig rosa zu färben. Aber nein, das scheint die weibliche Version vom Protagonisten zu sein. Also quasi die Protagonistin. Warum wir da eine weibliche Person haben, obwohl wir eine männliche Person gewählt haben, weiß ich jetzt nicht. Aber schauen wir mal weiter.
Ernsthaft, Spiel? Ja, es scheint nicht so lange zu sein wie die Hauptteile. Wir haben jetzt 6 Episoden und jede Episode dauert so lang wie... dauert immer so lang. Wow. Okay. Das werde ich wahrscheinlich unterteilen müssen. Das wird mir eventuell zu lange gehen.潮の匂いのする気持ちのいい風です。海だ。そんなにはしゃぐと転びますよ、二人とも。いいじゃん、いいじゃん。せっかくの海なんだから、せいぜいはしゃぐがいいのよ。その通り、リリンはいいことを言います。恥ずかしがらずに、身も心も解放しましょう。人目を気にせず脱げる機会なんて、そうそうありませんからね。ジュンユンはいつも気にせず脱いでるじゃないですか。そのスタイルなら、きっとみんなが釘付けでしょう。確かにこれは釘付けよの。あんまりジロジロ見ないでください。撃ちますよ。え、ちょっとリカ、こんなところまで銃持ってきてるの？水鉄砲です。あ、なるほど。いや、みんな元気ですね。ゾンシャンははしゃがなくていいのかい？まあ海にはよく来てますからね、波乗りに。なあ、そりゃそうだったな。コーデンさんとガクトさんは遅れてくるんでしたっけ？らしいぜ、仕事の都合だってさ。早く来れるといいですね、せっかくのバカンスですし。メガキンの別荘でバカンスなんてそうそうありませんよ。まあこのところ大変だったからな。俺たちアーコライツの大計画を潰したわけだし、これくらいの息抜きもなきゃやってられんだろう。そうですね。でもこれからリベレイターズがどうなるのかちょっと不安もあるんです。不安？ほら、エインヘリアルが手を引いたりとか。ああ、その件か。確かにそのことで上層部に混乱はあるけどな、組織は順調に運営されてるよ。お前たちが気にするようなこっちゃないさ。それならいいんですが。まあ、ジョシュアを倒したとはいえ、アーコライツが倒れたわけでもない。俺たちの戦いは続く。だからこそ、いろいろな意味で気持ちのリセットが必要なのさ。確かにそうですね。そう、そのための別荘、そのためのビーチバカンスだ。つうわけで、大勝利の打ち上げも兼ねて、 OK パーティーピーポー、 It's show time だ。Erstmal obligatorische Beach Episode. Okay. Zehn 水着なのはいいけど、男子ばっかでつまんないな。あ、リカの水着姿はもちろん嬉しいよ。私も嬉しいです。はあ。それはどうも。後でシオニャンも来るぜ。おお、シオニャン、どんな水着なんだろうね。やっぱりアイドルだから可愛い系かな。アメリカに留学していたわけですし、案外大胆な水着かもしれません。
でもジロジロ見たら怒られそうだよね。どう言い訳しよう。ジロジロ見る前提なんですね。誰か！どうかしましたか？すみません、友人が溺れて。それはいけない、すぐに助けに。でも変なんです、そいつまるで化け物に引きずり込まれるみたいに海の中へ。化け物？まさか。行ってみよう。いた、やっぱり悪魔だ。やるしかないみたいだな。デビルダウンロード。この調子で行こう。ああ、助かりました。意識はあるが、一応病院には連れて行った方がいいぜ。はい、ありがとうございました。さて、人助けは一段落ですけど。あの悪魔は何だったのでしょう。はぐれ悪魔でしょうか。多分そうだと思いますよ。デコ領域なしで悪魔が出現するなんて、 D2 の仕業とは考えづらいですよね。それは確かに。私たちってどうにも悪魔に縁があるよね。せっかくのバカンスくらいのんびりさせてほしいよ。がっかりしないでください、リリン。悪魔は倒したんですから、もう大丈夫でしょう。まあそっか、そうだよね。気を取り直して遊ぼっか。にっかきデビルダウンローダーども、もうすぐ始末してやるぜ。それにしてもアリサチュンたちが来られないのは残念だよね。まあ何日もアジトを空にするわけにもいかないからな。その代わり後で温泉旅行を楽しんできてもらうつもりさ。おお、アリサちゃんやヒミカさんが温泉に、湯けむりに。私もついていっていい？その時は俺たちがお留守番だっての。リリンは本当に女の子が好きなんですね。男性には興味ないのですか？ないね。私が興味あるのは美少女のみ。おお、私もわかります。私も好きですよ、美少女。もちろんリリンやリカも美少女ですね。ジュンユンってそういうことさらっと言うよね。そこ知れないものを感じます。うん、そうなのですか。まあいいでしょう。せっかくの海です、もう一泳ぎしませんか？いいね。それじゃ海までダッシュって。おお、
で見つけたよ。え、私そういううねうねしたものはちょっと。え、かわいいじゃん人で。ほら。おい、それ人でじゃねえよ。げ、目があるよこの人で。悪魔だ悪魔。戦闘準備。僕の悪魔たち。この調子で行こう。こうなってくるとただのはぐれ悪魔とも思えないな。東京での戦い、龍脈汚染をめぐる一連のゴタゴタが全国的に何か悪影響を与えた可能性もあるのか。どうでしょう。だとしてもこんな局地的な影響っておかしくありません？だよな、うん、ねえねえ、人手って食べられるのかな。え、ああ、中の卵を食べる地方もあるらしいです。結構美味だとか。ほう。いや、毒持ってるやつもいるので試さない方が。それ以前に人手じゃないですよね。悪魔ですよね。あおわ、危機感ねえなみんな。来てあげたけど。お、来たな、シオニャン、ミートバルーン。ん？どうしたんですか、ガクトさん。そんなに固まって。具合でも悪いのですか？シオニャンの水着に胸を打たれて、感動が止まらないのであります。そうですか。それは何というか、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。この世界のすべてに感謝を、心からの感謝を。うっさいデブ、ジロジロ見てるんじゃない。海に放り込んで魚の餌にするわよ。いや、むしろ魚の餌になることを許可する。はっ、喜んで。相変わらずだね。にしてもやっぱアイドルだけあって、シオニャンはスタイルいいね。ルーキーもそう思わない？うんうん、目の保養。シオニャン、ハイポーズ。セクハラで訴えるけど、
弁護士紹介しようか。紹介してくれるんだ。でもコーデンさんだったらグラビアのお仕事なんかもあるのでは。ほら一応アイドルなわけですし。一応とは何よ。一応とはアイドルの定義がわからないなら一から説明してあげようか。すみません。まあグラビアはやったことないけど。ないんかい。それより悪魔と戦闘したって聞いたけど何があったの。そうだぜ、せっかくのバカンスで悪魔とバトルなんて勘弁だぜ。ああ、戻ってきた。というかあんたの後ろにいるんだけど。おお、海中からついてきやがったのか。俺を尾行するとはなかなかやるな。感心してる場合か。やるぞ。来い、僕の悪魔たち。次もこの調子で行こう。これでみんなの力になれるね。やれやれ、一体どうなってるんだ。まさかシオニャンの水気味ださに出てきたってわけでもないだろう。その可能性もあるかもしれませんよ。しおりさんに限らず皆さんの水着姿はとても魅力的ですからね。私もとっておきの際どい水着を着て試してみましょうか。やめてくれ、野郎のエロ水着なんか見たくねえよ。でもこうなると何か作為があるのは確実。これまで襲撃してきた悪魔に何か共通点はなかった？シフード？フードではなかったと思いますが。そうですね、いずれも水にまつわる悪魔だったと思います。水の悪魔か。一応調べたんですけど、この辺で海難事故が多発してるということもないみたいです。なら狙いは私たちってことね。アコライツということはないか。デコ領域出てなかったし。そこなんですよね。まあまた出てきたら倒せばいいじゃん。お腹減ったからみんなでシーフード食べに行こうよ。おう、そうだな。俺の腹も罠泣いてやがるぜ。やれやれ、やっぱり危機感ねえな。シャンはサーフィンが好きでしたね。今回はやらないのですか？残念だけど、ここはあまりサーフィンには向いていないね。それにせっかくみんなと来たんだから、みんなと遊ぶよ。うん、
ハッカーがサーフィンか。ん？どうしました？コーデンさん。もしかしてそれってネットサーフィンとかけてるの？笑いを取りたいってこと？え？笑えないけど。いやいや、本当に趣味ですよ。ひどいなあ、もう。ああ、そうなんだ。ごめん。でも、さすがに海で遊ぶと言ってもネタが尽きてきたよね。他に何か遊びといえば、水鉄砲でサバゲーというのはどうでしょう。圧倒的殺傷力を誇る電動式の水鉄砲を持ってきているのですが。却下よ却下。殺傷してどうするの。なら釣りというのはどうだ。サバイバル訓練で習得したからな。結構詳しいぜ。教えてやろうか。おお、面白そうじゃん。ただでご飯にありつけそうだし。よし、なら釣り勝負と行こうか。シオニャもぜひ。はいはい。なかなか釣れないね。そういうもんだよ。気長にやろうぜ。気長に。お、またかかった。さすがシオニャン、釣りの腕も一流です。でもなぜかゴム靴とワカメばかり釣れるんだけど、何なのこれ。何らかの才能なの。いらないんだけど、そんな才能。いや、バラエティ番組に出演したらきっと役立つ才能です。ああ、またワカメ。いや、これは。うわ、すごい引いてるよ。大物じゃん。シオニャン、頑張って。ああ、またワカメだった。それワカメ違う。ヘドロっていうか悪魔。忌々しいデビルダウンローダーめ、口の中にヘドラ集め込んでやる。デビルダウンロード。私は力になれたかな。って俺たちを目の敵にするんだ。お前らの恨みを買うようなことをした覚えはないぜ。知らまくれるんじゃねえよ。アコライズとかいうデビルダウンローダーどもが、ここいらの悪魔をさらっていきやがったんだ。おめえらもその仲間だろう。アコライズが？大方連中が戦力として調達していったんだろうぜ。ホムンクルスがマメに悪魔と交渉しているとも考えづらいしな。なるほど、それはありそうな話ですね。そういうわけだぜ、悪魔さんよ。
そいつはお門違いってもんだ。俺たちはそのアーコライツと敵対する組織なんだからな。知るかボケ。俺たちの気も知らず楽しみにキャッキャッフフフしやがって。気に入らねえんだよそういう。あと最近おめえら人間は海をきれいにしすぎだ。もっと汚せよ海よ。浄化されたら死んじまうだろうが。むちゃくちゃ言い出したぜ。悪魔と理解し合おうなんてそもそも無理。さっさと片付ける。余裕こいてるとその綺麗な顔がヘドロまみれになるぜ。おめえらはもう囲まれているんだからな。まだいたか。仕方ねえ。一旦別荘に撤退だ。まあもう着いた早々に最悪。クソ悪魔め。シオニャン、アイドルがそんな言葉使っちゃダメ。うっさい豚。豚はオーケー。線引きがわかりませんが。おい、そっち側手薄だ。アイリーン頼む。了解。しかし、まるでゾンビ映画の籠城戦みたいですね。シャン、ゾンビ映画だとこの後どうなりますか？ラストはだいたい全滅落ちのイメージがありますが。えい、テンプラドラゴン、縁起でもないこと言わないでくれ。いえいえ、全滅落ち以外のゾンビ映画もたくさんありますよ。ほら、 WWZ とかショーン・オブ。悪魔が侵入してきました。デビルダウンロード。Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Da habe ich das nebenbei laufen gehabt und dann passiert sowas. Ist das hier der dieser eine Hase aus Soul Hackers? Was sieht der da nur so aus?
とうとう別荘内に侵入されたな。2階に逃げますか。待て、それじゃ自利品だ。それはそうだが、何か作戦でもあるのかい、元傭兵。そうだな、ちょっとした損害は覚悟してもらう必要があるぜ。この別荘には地下室があるよな。なあ、でもそこに逃げ込んだところで袋小路だぜ。分かってる。それでな、実は俺の所持品にプラスチック爆弾があるんだが。は？万一の備えだよ。それでその爆弾をどうする？爆弾を仕掛けて地下室に逃げ込んで別荘を吹っ飛ばす。ブホッ。安心しろ、モンロー効果で爆風の方向はコントロールできる。いやいや、俺の別荘なんですけど。だから言ったろ、損害が出るって。でも俺たちが死ぬよりかよっぽど軽いだろ。そうだな。うん、わかった、わかったよ。なあ、いいとも。別荘の一つや二つ、惜しくねえ。その作戦で行こう。よし、じゃあみんな爆弾を仕掛けるまで時間を稼いでくれ。来い、僕の悪魔たち。力になれたかな。よし、爆弾のセット終わった。地下室へ急げ。やったぜ、敵は全滅だ。俺の別荘も全開だぜ。元気出してください、メガキン。おかげでみんな無事です。ああ、そうだね、それは嬉しいよ。ねえ、それはそうと。ん？私たちの服も持ち物も
全部別荘に置いていたよね。あ、つまり今日はこの格好で野宿。マジか。まあいいじゃねえか、テントなら俺の車に積んでるぜ。そうです、星空の下でパーティーと行きましょう。まあ悪魔と戦うだけじゃいつもと変わらないし、いいんじゃない。おお、シオニャンが珍しくやる気だ。では私は食料の調達を。幸い水中銃が無事だったので。も潜るの。みんな切り替え早えな、戦闘の後だってのに。まあいいじゃないですか、せっかくの休みなんですから。リベレーターズに休日なんて、次はいつ来るか分かりませんよ。まあそれもそうか。よしみんな、そんじゃパーティー再開だ。目いっぱい楽しもうぜ。So, das war dann die erste Episode der Intermission. Ja, mal sehen, ob das noch spannender wird, weil bis jetzt sieht das eher aus wie so ein Sommer-Event. Aber ja, wir werden das auf jeden Fall weiterführen. Aber hier mache ich jetzt gerade mal einen Cut und dann geht's beim nächsten Mal mit Episode 2 weiter. Ciao.